天道。へ、どうも。なんでずっと電話に出なかった。見ての通りちょいと忙しかったんですわ。沢城の隠してた音声データは。ありまへん。そいつのブラフやったんです。ブラフ。ああ、そうか。ハッタリだったのか。そうか、そうだったか。ふん。で、一件落着でっか。いや、まだだ。こいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でももうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせと。全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。どうだい、俺の演技力は。なかなかの役者じゃねえか、春日。だろ？今度オーディションにでも行くから。どうでした、俺の芝居は。一番。お前、なんで。若、まだ続きがあるんです。天道。どうも脇が甘いですね、青木先生。あなたは外から雇われただけの私を使い捨てにしようとした。は？何を言っている。一体何の話を。天道が二人。さすがだな、ミラーフェイスとはよく例えたもんだ。ミラーフェイス。いろんな人間に姿を変える私の通り名なんですよ。いやー、しかしこれってスクープだよね。青木亮、春日一番とその仲間を殺害するようヤクザたちに命令。大スクープだわ。素晴らしい映像が撮れましたね。早速ネットに流出させてしまいましょうか。よせ、やめろ。バカ。もうここまでですよ。潮時です。一番、てめえがこの絵を全部描いたのか。若にブラフの音声データの存在を伝えたのは天道を呼び寄せるためでした。でも若、あんたもきっとここへ来ると俺はそう信じてました。あんたも俺をよく知ってるように、俺もあんたという人間をよく知ってますから。ふざけやがって。若、あんたを止めるにはもうこうするほかなかったんです。あんた、もう自分自身でも止まり方わかんなくなっちまってんでしょう。何？知事になって、昔自分をバカにした連中を見返して権力者になった。でもそれで何が手に入ったんです。今のあんたには大事な人間もいねえ。あんたのことを大事に思ってくれる人間もいねえ。持て余した権力に目がくらんで、てめえが何をなくしたのかも分かってねえ。ならその先は、手にした権力守るために邪魔なもん全部消し続けるだけの人生だ。
そんなもん望むほどあんたバカじゃなかったろ。知ったような口を聞くな。でもそれが事実だろう。事実だとしても俺は前に進むだけだ。誰も俺を止められやしない。いや、俺が止める。絶対に。やれ、こいつら全員ここで始末しろ。確実に始末するんだぞ。さて、やってみんかい。なんや、やってみろ。せーの、もう終わりだ。頑張ります。なんや、寝てんのか。他に合わせますよ。えい、やってみんか。やめるな。とっておくないや。おれおれ、俺の番か。私が相手だ。やってやる。怪我しろ。私の番ですね。雑魚が。くらえ。なんや。合わせますよ。行くで。つらい。俺。よっしゃ。かかってください。どうしようかな。どうしたんや。見せてやる。やめんな。さて、してみろ。やめると痛い目に遭う。やんのか。せーら。俺。やってみろ。どうするかね。行くぜ。私の番ですね。俺じゃあ、やるんか。頑張ります。なめんなよ。奥の手。やってみんか。やめるな。なんや、この子やってこんかい。おい、こっちが手薄だぞ。警護の連中が奴に集まりやがった。あれだけがっちり守られちゃうと彼への攻撃は難しいね。まずは警護の連中を一人ずつ剥がして動けなくするしかねえな。俺の番だな。とっておけんのか。私が相手だ。くらえ。さて、セーラー、やってみろ。ヘッジャー、行くぜ。あー、クオリア、出てんのか。死にかけますかね。俺やってやろう。どうってみんかい。どうしようかな。はい、ザコが。やるんか。もうちょい楽しめる思ったけどな。行きますよ。私の番。やめんな。どうしたんや。ああ。おい。ほら来いよ。なんや。やるんか。よし、行くぞ。私が相手で。寝てんのか。見せてやるよ。やってみろ。行くで。都知事だもんね。どんなやつが呼べるんだろう。さあな。兵隊か戦車でも来るんじゃねえのか。何でも呼びやがれってんだ。全部跳ね返してやる。
どうするかね。なめんなよ。行くぜ。これや。やめんな。俺の番だな。とっておきだ。私の番ですね。くらえ。ほら、こいつ。おい、向かっ腹です。俺の番か。もう許しません。してみろ。やってやろう。なめとんちゃうぞ。さて、ん？せーれよ。せーれよ。よっしゃ、この通りや。おい、こっちがペウスだぞ。いくら来いよ。やったー。よし、行くぞ。寝てんのか。言ったのか。私が相手です。私に任せて。見せてやる。なめんなよ。私の番です。なんや。くらえ。セット。してみろ。私の番です。タイミングに合わせます。さて。セーレア。ゼア。俺の番だな。頑張ります。奥の手。みんな頑張ろう。回復します。サンキュー。ありがとうございます。こっちに来い。私の番です。やめんなよ。ゼア。よし、とっておき。どうしようかな。絶対負けない。してみろ。これどうぞ。サンキュー。私が相手です。よし、行くぞ。見せてやるよ。さて、セーレア。ゼア。私の番ね。見てなさい。やるか。はっ。私に勝てましたね。セーレア。ゼア。ほら来いよ。おい、こっちがペウスだぞ。頑張る。ぶっ飛ばしてやる。かかってきなさい。見せてやる。いや、もうちょい楽しめる。俺の番だな。とっておきだ。私の番です。してみろ。くらえ。さて、絶対負けない。セーレア。大丈夫か、みんな。大丈夫とは。くそ、もう少し若ければもっと動けたのにな。体が言うこと聞かないわ。さすがにきついね。みんなしっかりしろ。そうだ、手当てを。俺らのことはいい。それより一番早く青木を追え。え、今青木の野郎は一人だ。あいつをぶん殴る絶好のチャンスだぜ。私たちのことはいいから、ここは任せて。行って一番。
だけどよ、私たちが信用できないんですか。俺たちがお前の助けがねえとのたれ死んじまうようなヤバな連中じゃねえことぐらいお前が一番分かってんだろう。お前ら決着をつけてこい。一番どん底から這い上がった男の強さ見せてやれ。分かった、ちょっくら決着つけてくるわ。ありがとうよ、おめえらは最高の仲間だ。俺とサシなら丸腰でも勝てるって。調子に乗るな。ちそう来なくちゃ。そのムカつくにやけ面ぶっ潰して二度と笑えねえようにしてやるよ。この俺を
わか。やめろ。今の俺はこの国で正義を全うできる。本当だ。俺は力を持って生まれ変わったんだよ。だからそれが何だってんです。だから俺はこの日本をきれいにしてみせる。それを俺はできるんだ。多くの人間がそれを、正義を望んでいるはずだ。でも実際のあんたは好き放題やって他人にケツ吹かせるしか能がねえ。なんだと？今のあんた、どんな人間であろうとちょっとでも邪魔になりゃすぐ使い捨てる。この先もあんたの言う正義ってやつで、おやっさん殺したみてえに何人でも平気で殺すつもりだろう。ほっときゃ沢城の頭だって殺されてたはずだ。ずっとあんたに尽くしてきたあの人まで。人間にはな、二つの種類がある。使う側と使われる側。つまり替えのきかない人間と、いくらでも替えがいる人間だ。なんだと？あいつらは所詮使われる側の人間だ。俺とは違う。だったら使われる側は犠牲になんのも仕方ねえってことかよ。多少は分かってきたか。ふざけてねえ！てめえと俺は同じ日に生まれた光と影みたいなもんだ。もちろんてめえが光だぜ。昔からてめえは俺にねえもん全部持ってた。本当に初めから全部持ってたのに、なんであんたそんな人間に。警察だ！全員そこを動くな！カスカ、ただの警官じゃねえぞ。総監の息がかかってるはずだ。指示。ここで一体何が？あんたは一からやり直すべきだ。いや、やり直さなきゃならねえ。一旦全部捨てて、どん底からやり直しましょうよ。若ならどん底からまた這い上がれますって。そのためなら俺も昔みてえにずっといつまでもそばにいます。それがおやっさんに、俺が組に入ってからおやっさんにずっと頼まれてた仕事なんですから。俺たちを殺すために偉人町で爆弾使ったのは天道だ。その命令はこの青木亮から出された。そして死に損なった俺らを見た青木亮の反応が、それでこいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。
冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせと。全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。この映像はすでにネットへ上げられています。民事党にはアンチも多いようで、多くの人間が瞬く間に拡散させていますね。警視総監の判断を仰ぐ必要があるかとは存じますが。あまりいい状況ではありませんね、知事。ひとまずここは出ましょう。署までご同行いただけますか。やめてください、バカ。おやっさんに俺の面倒を頼まれたから一緒に一からやり直そうだと。親父がどうの、杯がどうの、俺は昔からヤクザのその家族ごっこが大嫌いだった。義理だ絆だと仲間意識を押し付けてくる、鬱陶しくて仕方ねえんだよ。銃を下ろしてください、若。警官を人質になんて取ったら、いくら若でも殺されちまいます。家族が死ぬのは見たくねえんです。家族？笑わせんな。誰がてめえの家族だ。若が何と言おうと、俺にとって若は家族なんです。生まれて初めてできた友達なんです。なのに俺はあんたが暴走すんのを止められなかった。そして親さんはもう帰ってこれねえ人になっちまった。でも若はまだ帰れるところがあります。帰ってきてください、お願いですから。そっくりだな。え、つくづく何から何まであのクソ親父にそっくりなんだよ、お前は。そういうところが昔から好きになれねえんだよ。